ミルクサッカーアカデミーミルアカ井上マーでございますどうもデータマーナのノーミルク佐藤でございますあ、ということで今日は先生何を教えてくれるのかなどんでた はい。カナダ戦、はい、そしてチュニジア戦の戦術分析対策をしていこうじゃないか。パチリパチ,チ,チリということで。はい。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。いますはい、はい。あのですね、まず、あ、あの、カナダ代表、そしてチュニジア代表のメンバーも発表されたっていうところがあるので、うんうん、それ踏まえまして、日本代表はそれぞれのチーム相手にどんな感じで戦っていくのかだったり。<あ>はい。具体的なやつが。 そうなんでございます。ちょっとやっていこうと思いますから。はい、はい、今日もよろしくお願いします。よろしくございます。いろいろ赤まいってやってます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。てことで、まずはカナダ代表が発表されました。こちらご覧ください。どんでございます。この動画が出る週の後半ですね。10月13日の金曜日の19時35分から、新潟で戦うということになります。カナダ代表でございます。と え、ってことで、え、ちっちゃくかもしれませんけど、こんなメンバーが、え、今回来ますということになっております。で、なんか、そうです。で、なんか、名前が白と黄色になってると思うんですよ。あのですね、黄色が、え、カタールワールドカップでも呼ばれた方々なるほど。はい。が多いね。そうですね。あの、今回23人で来日してくれるんですけど、23分の17が、え、カタール組。 まあ、ほぼそのままと見ていいかなっていう感じですね。ですねなんか開催国だから、はい、次の。結構若手でね、ガシッとくんのかななんて思えば、うん。いや、多分の話をちょっとこれからしますけど、あちょっとデータっぽく、まあ、これちょっと全部口頭で言いますけど、はい、FIFA ランキングで言ると日本19でカナダ44位なんですよう。うんあ えー、その後、うん、実はカナダ代表ってあの11月に日本と対戦して、うん、まあ日本はちょっと敗れてしまったとかはあったんですけど、はい、そのまんまあのハードマンさんという方がつい最近まで監督やられていたんですが、うん、8月末に監督交代になっちゃって、うん、てかトロント FC に行っちゃったんですよね。これはどういうことですか。首とかではないでしょう。あのたぶんですけど、あんまり成績悪くもなかったって聞いてますよ。そうなんですよ。たぶんですけど。 もっと良かったんじゃない年俸。メジャーリーグ、サッカーが。うん、これからもっと盛り上がっていくんじゃないですか。なるほど。うん。なるほど。で、まずちょっとね、カナダ代表、今おっしゃっていただいた通りで、あの、開催国だからか、ちょっとね、いろいろレギュレーションっていうか、代表のあれがやや違うんですよ。いや違う。普通、ほら、今回9月、10月、11月、3ヶ月連続の代表ウィークってものが存在するんですけど、あのね、カナダ9月やってないですよ、試合。 あらなんでなんでっていう、理由としてあるのがあの、6月、7月にいわゆるあのだいたい中南米とかの北中米とかでよくやったのは、ゴールドカップっていう、いわゆるアジアカップみたいなのがあるんですけどすね。はい それに参戦したってところがあって9月お休みだったんじゃないかなって。なるほど。お休みとか、そっちにいたんですね。そういうことですね。<ー>で、だけどそのゴールドカップのメンバーっていうのは、なんか日本的に言うと、E1 の扱いなのか、さっくり言うと、だから、デイビスとかいなかったんですよ。ああ、なるほどね。 うん、はい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 。で、だから、デイビスとか6月とか以来の代表ってことになるので、<laughs> で今回だから、新監督が誰かついたってことじゃなくて、もともとコーチの方が、いわゆる暫定って形でやるのもあるから、うん、しかも、カナダ、日本戦だけなんですよ、9月。<laughs> せっかく2、この一試合、そう、1試合のみなんですよ。はい、はいはいはい。だから、ってことで、とりあえずやっぱり主力格1回読んどかないと。<laughs> なるほど。 っていうことで、多分フォーメーションとかでも今までと変わらずこの3322っいな新監督も結果が欲しいみたいなことかな。そういうことなんだと思いますね。なるほどで。カナダ今までその、ビファランキングできると25位以上みたいなちょっと上のチーム相手にはこの、まあ、3322っていうのか3142っていうのか、うん、こんなフォーメーションでしか基本的にやってないので、日本戦も日本も19ですから、まあ基本的にはこのフォーメーションでやってくるんじゃないかと思います。なるほど。はい。 てこてかってことで考えたときに、ちょっと日本のメンバー予想もはいはいはい、見てみちゃいました。はい。見ていただきましょう。このフォーメーションと言うんだことあるからね、予想できるよね、はい、もね。ってことで、僕はこうかなと思っております。はいはい、は,いはいはいはい。日本製カナダ戦の、えー、日本代表のメンバー予想はこんな感じ何残り30とか。あ、俺はもうこの段階でメンバー変えてくんじゃねえかって予想までちょっと立ててみた<あ>って感じですね。30分とかそういうことそう,そうそうそう。<laughs> すごい。 <laughs> なんで <laughs> 当たったら同時視聴とか言っってくださいあなた。あなたサッカー好きね。<laughs> ええ、すごい。どういうこと、はい、例えば、残45、南の久保っていうのは。はいあ、まずちょっとまずスタメンの方から、はい。す,すません。はい,はい,はい、はい、なんですけど、あのー、まあちょっとしょうがなくこうしたっていう人とかもいるんですが、基本的にあの、まず三笘くんとかいないと思うんですけど。あ、本当だ。 あのまさかあれなんですよ、CL、EL、ECL、出た組とかってのが、言ってたね、日程の関係で、そう、合流が遅れるんですよね。チュニジア戦の方に出るんじゃないかと。そうですねはあはあ、はあ。森田もそうか。そうですね。だけど、例えば冨安さんとかは、うん、あのアースナルって日本代表、めちゃくちゃ仲良かったりするんで、2>, うん、2戦目は出すなとかって、今までも言ってきたことあるんですって。1戦目はいいいぞ<う>みたいなおう だそういうので、僕はなんか、今まで1000名出すなんて聞いたことないから、1000名出すんじゃねえかな、とか。綺麗な状況で、状態で返してねってことそういうこと、そういうこと。テープ巻き戻しして返,って返してねってことそうああ。昔のレンタルビデオみたいな。そう。だから、なんなら富安君2000名もういないかもしれない。はいろんなことを得るしてるんでるね <laughs> ありがとうございます。なるほど。で、なんでこうしたかっていうと、まずフォーメーションが、まあ前回ドイツ戦とかと同じですタメこの4-2-3-1って形にしてますけど、なんでかって言うと理由はこういうことです。と、相手が3-1-4-2ってことは、完全マッチアップです、これ。っちり噛み合わせ。はい。噛み合わせたいの日本は。あの、まず、日本ってね、皆さんもこれ、デュエルに関してで言うと、 世界トップ10には入ってます。ええー。なんなら、この間実は奥座敷見てた方、奥座敷メンバーシップ我々やってるんですけど、はい、そこでちらっとまあ言葉ではあまり言わなかったんですけど、そこに載せてる図を見ていただければわかるんですが、うん、トップ5です。えー、そのレベルまで来ちゃってるんですよ。デュエル、デュエル国、うん。そう。だから、単純に完全噛み合わせ状態のデュエルでバチバチ勝負だったら、勝率めちゃくちゃ高いです。 ってここととは噛み合わせたいいよねそそういううであればそうなんですよ<ー>でなんだけどだもうそれはもう森保さんも分かってるから基本的にやんなくていいことなんだけど<い>これから2年間親善試合組めなそうっていうのがあるじゃないですか、うん、あそうアジアの戦いがねいろいろ始まるから、うん、だからちゃんと一応この親善試合でそのデータを一応残しておくっていうアクションは僕はするんじゃないかなと思ってうん。 あのみんなそうだったよね、カナダ戦で思い出して、われわれ完全マッチアップでやって、われわれデュエルで戦って勝てたでしょみたいなことを、ーミーティングとかでまた<ー>使うように、やんじゃねえかなと思って。一応、やっぱり選ばれてる選手は、デュエルの数値が高い選手を選んでるって先生、教えてくれてましたもんね、前に。よりそういう傾向でお呼びしますよっていうことを、やっぱり言っていきたいわけだ。うん、あるんじゃないかなと、僕は思ってます。へ でもう一つあるのが、はい、あの久保建英のトップ下、アンド、遠藤渡るボランチの同時起用実は前回あの、トルコ戦では久保選手トップ下で出たみたいな形だったんですけど、竹が追って、青か伊藤敦樹のところ、どっちかに竹がある意味寄せてって、彼らで奪わせるみたいなことを、ある意味竹が誘導してやってたりしたんです。はは、うん、はいはい、はい 普段、遠藤航がいるときには、全員が遠藤航の方にこう移動させるみたいなことがあるんだけど、うん、じゃあその誘導の上手い竹と、奪うのが上手い遠藤航、その二人を完全に噛み合わせてみたら、一体どんなことが起こるでしょうなんてことをやっても面白いんじゃないかな、なんて。先 <laughs> 生がそう思って、すごいね。まあ、どうなるかわかりませんけどね。は、ね、はい。で、そんなところから、さっきのあの、交代メンバーだとかも使って、はい、結局は最終的にはカナダもちょっとずらしてくるだろうから、<laughs> うん 日本もまだスリーバックにずらしちゃって、<う>こんな感じにしてくるってケースはあるんじゃないかなっていうことで、ね。ということで交代のプランがさっき書いてあった。そういうことですね。ああ、橋岡中山、お南野。うん、これもまたインサイドアーフ。ね。早く南野。大勢川さんの、わ、やり。やりああ。 やりなんだけど南のはサイドもやりつつ真ん中もやりつつっていうちょっと中途半端な1-2でプレイするってこともあるんじゃないかな次、ね、が遠藤渡の横でっていうのはやっぱりね、うん、あのおじっちゃん MC の横でね次の MC が 伝えていくみたいなね、バラエティとね。あるね。気がしますね、これね。なんてことがあるんじゃないかっていう予想でございます。ちっちゃんじゃないけどね、遠藤さん失礼す。はい、ということで、カナダでございます。また細かいプレビューは前日とか当日の朝にでもね、出そうと思いますので、残り何十何分の、もう一回見せて。はい、こちらです。どういうこと、もう説明して。 あの、ざっくり言うとなんですけど、はいはい、最初のこれは4バックのままでいきますよってところからいって、はいはい、前回ドイツ戦とかでもそうでしたけど、あの谷口選手を入れるタイミングぐらいから、こう、スリーにだんだんこう変更させていくんじゃないかなって。で、最初の方はだからちょっと違うメンバーだだだあの、いろんなメンバーでこういろいろやってるかもしれないけど、まあ、浅野選手途中から使うとか、あと大善選手も途中から使うとか、結構やるからなと思ってるまずハーフタイムで南の谷口が投入、スリーバックか。うん。ね。そ,<う>そして10分経ったところで朝の、うん、浅野。 伊藤が入るんじゃない、か、青に変わって。そうだね。変わって、おお、リアル。残り五分で大、大前、うん、橋岡が入って、ってさっきのが完成すると。そういうことですね。全部当たったら、もう焼肉終わります。ありがとうございます。<laughs> <laughs> よろしくお願いします。すでも、まあ、そう、ね、わくわくしますね。な、うん、んじゃないかなーって。はい。 皆さんもちょっと予想した上、コメントとかでいただけると、ね、違くても怒んないでくださいよ。こうやって。ね。事前にこうやってさ、情報が少ないんだけど、あんなこでってくるのは楽しいじゃありませんか、ん皆さん。ね。代表の練習始まってもないからね。<laughs> 大体ね、練習見てものを言うんですけど、見ないで言ってますから。は,ね、はい。そ,そして続いて今度また行きましょう。はい。今度はチュニジア戦でございます。ああ、それもあるはい。チュニジア戦はこのメンバーでございました。<laughs> はい、お願いします。 はい。チュニジア、ちょっと文字右側いっぱい多くなっちゃったんで、言葉でまた言いますけど。ジェバリね。はい。ジェバリーやっぱり今回も呼ばれまして、はい、あの、チュニジアも今回、あの、23人で、韓国と日本に来るって形になるんですけど、え、やっぱりあの、黄色で書いてある方々がカタールの時にも呼ばれてたメンバーなので、はい。23人中18人カタールワールドカップのメンバーだから、まあ、やり方もそんな変わんねえんじゃねえかなっていう形ですよね。はいはい。はい、で、ね、一応データっぽいところ言えば、うん まあ、チュニジアはさっきの FIFA フフランキング見たので言うと、日本19位、うん、チュニジア29位みたいな感じです。はい、で、昨年6月は03で負けちゃいました。ジェバリにも決められましたってなってますと。はいうん、で、まあ、やっぱり一番気になるのはあれですよね、さ、ま、んね。その03で負けた時に、うん、まあ、今回もその時と変わらない監督、カドリさんという方がやるんですけど、試合終わった後のインタビューで答えてることがあって、うん、あの日本の強いところは守備から攻撃への切り替えの速さなんだと。<う>でただ、弱点がすれば、うん 実はディフェンスなんだと。<う>その時日本ってあの堅守って言われてたんです。どっちかっていうと世界に。なんだけど弱点があるとすれば守備だってことをおっしゃっていて。<う>日本のディフェンダーたちってのは難しい状況に置かれるとミスしやすくなる。うん、特にボールをディフェンスの裏につけるようなことをすると、そういうことは起こりやすいってことをおっしゃっていて、うんうん、そのままにプレーして3失点日本食らっちゃって負けた。そういう形から。うん。悔しいです。でも森保さんからしてもめちゃくちゃ悔しいじゃないですか。 負けず嫌いらしいですからね、森谷さん。はい、だからもうチュニジア戦はもう超と本気なんじゃねえかなとは思ってます。裏を取らせて潰すみたいなことですか。そういうこともあるんじゃないかなと思います。ね。チュ <laughs> バリはスタメンじゃないっぽい。うん、いやー、ただね、韓国戦先にやった後なんで。あ<ー>より読めないですね、マジで。そういうのあるわな。はい。<laughs> ってことで、このチュニジア相手、に日本、どんなメンバーなのかも、ちょっと予想してみました、ね。はい,は,いは,いはい、はい、はい。僕の予想、こんな感じでございます。はい。 フォーメーメションはに戻すんじゃねえああまた交代プランもこれ一戦目とありきですからね <laughs> そうですね、はい、家庭の家庭ですからねこれ皆さんそうですね <laughs> はいあのとあの先ほどそのもう負けず嫌いだから絶対負けないいわゆる勝ちに行くんじゃないかとは言いましたけどはいいくつか考える要素もあるなとまた僕は思っていてはいその一つとして <laughs>、うん いわゆるそのチュニジアってもんを、元々の森安ジャパンのメンバーって知ってますよね。硬さとか、裏にやってくるぞみたいなこと,と、うんねはい、なるほど。はい。ってなってくると、それもう一回経験させてもあんまり、まあ、まあ、結局勝てばね、まあプラスだなってことは言えるんだけど、うん、だったらさらにそういう空に来るぞってことを分からせた上で、うん 町田くんとかマイクマくんスタメンで使ってくるみたいなことはあんじゃねえかなっていう。経験させようじゃないかと。そういうこと。そういう情報をもうインプットした状態でやったらどうなるのかなみたいなこともやってくるのかななんていうふうにはちょっと思う。第一線との兼ね合いもあって、そういう先生はちょっとプランがいいんじゃないか。 ね、<ー>あとはあの古橋選手にあのこのパターンですよね、あの前回はあの4の2二3一1のトップみたいなことやりましたけど、うんうん、この4一1一4 1でいわゆるインサイドハーフのサポートがあった上でのセンターフォワードってことをやらせるなんていうケースはあるんじゃないかなっていう。れトルコ戦は トップ下がいてフラシさんんででしたっけそうなんですよあ今回はそこをやっぱチームでも一緒にやってる旗手くんっていうところを使いながらっていうのは,いは,いはいど、ね、あんじゃないかなっていう。いやーこれほんとみんな言ってますけどやっぱ古橋さんにね代表でバコバコ言っていただきたいっていうね。<ー>そうです。はい、5さんは右でっていうところからそんな感じでやってって<ス>最終的には。うんうん まあこんなメンバーでもやるんじゃないかなーっていうね。家庭の家庭ですね、これは。家庭ですけどね。ああ、トップ下、南の。うん。これも見たいですね。そうですよね。なあ、ダブルボランチに変えるっていうパターンもやるかもしれない。違う師匠につくわけですね、伊藤さんは。そういうことです。ねいはい。ろんなパターン。西の師匠から東の師匠に。はいはい出身者が入ったら全然違うのかもしれないですけど。まあこんな感じはあるんじゃないかなと思いますね。 大あの、そういうことですね。はい、一応ちょっとチュニジアのちょっとスタンバイまで戻しちゃうんですけど、なんか最近の傾向を見てると、チュニジアの見てるとなんですけど、まあさ、はい、なんかね、このアンカーに入るこのスッキリとかロムダ、またはこの左インターハーのライドニアスリマン、うん、あとは左のウィングのムサクにスリティっていうところがめちゃくちゃ得点に絡んでるんですよ。 なんで、いわゆる、シュニチアの左なので、日本は右サイド結構デュエルで頑張らなきゃいけないんじゃないかなって傾向が高いかなと思うんで、そういうところでいわゆる、どっちかっていうと、この右側組、うん、まあ最終的に言ったらこのメンツになりますけど、何か、うん、ま,ますけどって言った。勝手にね、僕は言ってますけど、<laughs> はい、やっぱこう、デュエルとかでも勝ってほしい、あとはもっと経験積んでほしい伊藤君とか橋岡君はまあ右につけるんじゃないかなってところと、はいはい こっちサイドから向こうが攻めてくるんだらクロス放ってくるわけだから、はい、それでファーに来た場合だとやっぱ町田君ってとこになると思うからこの3人あたりを結構うまく使いながら森保さん仕込んでくんじゃないかなって僕は予想を企てましたという感じでございますうんいや面白いはいなるほどま,あまたチュニジア戦に関しては当然ながら韓国戦はチュニジアねまず先に韓国戦やりました今はかなでやった後ですからす、ね、見たらでもねウニオン・ベルリンとか、はいね、フランクーと・フルト いますからね。ハニバルメイブリーマンジェスタユネゼといますからね。ジェバリッシュもいますし。いますから。これは盛り上がるんじゃないはい。こっちが神戸でやるんだよね。そうですね。さっきのは新潟でやるんだよね。そうです。はいはいわかりました。ということでございました。いや、具体的な案をいただいて。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで皆さん、俺はこう思うっていうのね。うん。残り何分俺はこう思うっていうのをね。 コメントでいた,、ね、いただきたいと思います。はい、ありがとうございました <laughs> ノーミルク節バリバリの回でございます <laughs> 先生。面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございま生。ありがとうございます。ますということで、チャンネル登録、うん、高評価ボタンもよろしくお願いします。サブチャンネルも雑談お昼にやってるよってこと、そっちも見てね。じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみ。